ちょっと今回の動画はいつも YouTube 用に編集してるんですけど、再編集したものをあげようと思ってます。今回 Facebook 上にあるとあるグループにちょっと参加させてもらったんですけど、もう参加させてもらって1ヶ月ぐらいは経つのかなと思うんですけどね、ちょっと非公開のグループって書いてあるので、グループ名は言わない方がいいのかな。でもメンバーさんが今の段階で約5000人ぐらいいらっしゃるんですよ。でその Facebook を覗いてると、なんかすごくなんていうかな、気分が懐かしくなったというか、僕も昔は結構頻繁に月どれぐらいかな、夫婦で一緒に大体平均100本ぐらいは潜っとったんですけど、皆さんご存知のリーマンショックで、変な話財布の中がすっからかんになりましてですね、まあそれからというものは、まあ、ほとんど言うほど潜りに行ってない状況が続いてるんですね。で最近カメラ自体も昔はたくさん持ってたんですけど、もう全部フィルムなので、最近はデジタルですから、まあ、そこから、まあ、大それたカメラも買ってないので、あまり、綺麗な写真も言うほど撮れはしないんですよ。まあ、それでもなんとかダイビングを楽しんではいるんですけど、もうこのグループさんの中見てると、まあ、みんな本当に楽しそうで、なんだろうな、PG4 のハウジングを買ってワイコンつけたとか、あと綺麗な、まあ、どこそこ行った時の本当にクリアな写真を撮ってたりとか、 GoPro で、撮ったような動画なんかも載せてる方もいらっしゃるんですね。で、まあその時の起こった出来事とか、今日、まあ、ダイビングの初心者さんなんかもこのサークルに参加してはってですね、どこそこ行きたいんですけど、いいショップありますかとか、なんかアドバイスを求められるような、心が洗われるようなですね、コメントもたくさんあるんですね。で、僕自身は、まあ、どちらかというと、まあ、スチール写真は、まあ、インスタグラム、まあ、動画の方は、まあ、YouTube っていう形で一生懸命やってるんですけど、動画の方はですね、見てもらえる人がなかなか増えないのが実情なんですよ。ダイビングがあかんのか、僕が顔出してるのがあかんのか、よくわかんないですけど、一応ですね、そういう僕の方から、まあ、こういう楽しみ方はどうかなっていうことで、一個非公開のグループにまた載せさせてもらおうかなとちょっと思ってます。ちょっとその前に、僕の持ってるカメラなんですけど、まあこんな感じで、ワイドから一応マクロまで、同じニコン F100 が2台。これ本当はね、4つあったんですよ。あ、3つか。1台、モルジブで水没してしまいまして、ハウジングだけ残るんですよ。こういうのね。これだけ残るんですよ。これだけ残ることは撮影ができないんで、しょうがなしにカメラを、多分もう1台どっかに乗ると思うんですけど、買ったんですね。でも、肝心の海に行けなくなったんで、これも使ってないっす。最近持ってるのは、まあこういうデジタルの、これもデジタル。これが懐かしの、ダイビングオールドファンならご存知だと思いますけど、これフィルムですね。あと最近はこういうちっちゃいのもあるんですよ。で、何が言いたいかというとですね、いろんな機材はあるんですけど、ほぼ活用できていないっていう状況です。ということで、僕からの一つの遊びの楽しみ方っていうことなんですけど、使うカメラは1個。これだけです。これは実は僕のじゃなくて、うちの相方のなんですけど、2万5000円で買いました。なんていうやつやろな。なんか防水、キャノンの25メーター防水かなんかのやつなんですよ。で、まあ、ご存知の通り、画像は、まあ、昔使ってた、こんなやつとかよりは、ちょっと落ちるんですね。なんでかな。意味はわからないですけど。解像度も、やっぱりこういうフィルムのものに比べると、青いのがちゃんと出なかったり、最近のはすごいらしいけどね。いうことなんで、昔はそういう画像があんまり好きじゃなかったです。ちゃんとした、綺麗な絵を撮ることばっかりを考えてたんですけど、最近は逆に、こういうのは面白いんじゃないかなと思ってやり出したのが、動画の編集なんですよ。まあ、個人的に楽しいだけなんですけど、ちょっと今回は、このカメラだけを使った、これ動画の機能がついてるんで、編集したものをちょっとアップしたいと思います。これね。ということで、ちょっと僕と一緒に海中を覗きに行きませんか？
俺の名はイザリー。最近はカエルアンコウとも呼ばれてんねん。お、なんか来よったぞ。こう見えても俺結構人気あんねんな。うわっ、なんか気持ち悪いおっさん来よったな。こんなやつは寄ってきてほしくないねんけどな、正直言うと。俺が人気者つらいとかやな。おお、なんやねん、我々気持ち悪いねおっさん。口近づけてくんねん。なんやキモい。うわっ、今度はなんや、危ないやんけ。すごいな、近いね、近寄りすぎやねおっさん。お、なんやなんや、なんか魚が寄ってきよったで。気づかこいつらは。ちょうどええわ、腹減っとったとこやし、ちょっとランチの準備でもしようかな。これこう見えても釣りうまいんやで。こうやってな、頭のとこにルアーつけてるやろ。しょっちゅう使うからな、もう頭に縫い付けてやんねん。さて、釣り場所探して移動やな。なんか頭に置いて、あれはキスっちゅうやっちゃな。まだ出てきよったな。まずくはないねんけど、ちょっと長いねんな、あいつ。こっちの方気にしとるぞ。どの辺が釣れるかな。この辺はどうやろな。この間この辺で入れ食いやったからな。あ、決めた。あそこにしょーっと。釣りたいし。うれうれ。うれ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 。もっとキスや。お、お、来た。こいつは美味しそうなやつやで。これ美味しいぞ。食べにおいでや。なかなか難しいな。今のやつ美味しいねんけどな。お、お、お、またキスか。あれもまずくないねんけどな。長いねんな。前にの妻って死にそうになったからな。お、小さくて食べやすそうなのが来たぞ。もうちょっと引きつけてやな。この辺で。おっとっとっと、あまりの勢いやったからビビってもうたわ。でもそのルアー狙っとるぞ。ちょっと失敗したけど、気を落とさずに釣るぞ。釣りは一期一会やからな、頑張るぞ。腹減ったからな、こうなったら俺の得意技出すか。高速フリフリや。あ、すごいやつや。いきなり、いきなり、おい、ひどい。え、魚くせに釣りなんかしてんじゃねえよ。あ、また出た、キスやん、こいつ。やる気せんな、長いからな、こいつな。頭の上の食べ物、ずっと前におんな、お前な。頭の上の食べ物、すごいな。おいしそう。はや、どっか行けんかな、こいつ。おいしそう。いや、お前やとやる気せんへんねん。どっか行けんやん。よし、どっか行ったらするの。また来た。やっぱ食べたろうかな、こいつ。おっと、別の来たけど、あ、惜しかった。うわ、あかん、こいつ、俺、こいつ苦手やねん。よし、とりあえず、ちょっとキスは無視しとこう。お、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 来た。あら、そう、やられたー。お、くたくた、腹いっぱいや。お、お腹いっぱい、ご機嫌。